今私がどこにいるかというと、こちらソウル駅に来てるんですけど、ソウル駅から KTX に乗ってから今からカンルンっていう場所に向かおうとしてるんですよ。皆さんご存知の通り、カンルンが BTS の本来スプリングデイの撮影地なんですけど、あの有名なベンチのところに向かうために、初めてこの YouTube チャンネル始まって以来初めてソウル以外のところでの撮影なんですけど、すごい期待で溢れてて、早速この KTX に乗ってから出発したいと思います。2 hours later. 到着しました。カンルンです。今日めちゃめちゃお天気でもう超気持ちいいです。でここが以前2018年の時にピョンチャンオリンピックの時の競技場はこちらの方にもあったみたいで、こっち後ろにオリンピックのマークはあるんですけど、いやもうお天気最高、雲一つないですよ今日。わあ。まずはご飯を食べに行きたいと思います。まずは私がすごいパンが大好きなんですけど、カンルンに有名なマヌルパン、ガーリックパンを売ってるお店がチュンガンシジャンって言って中央市場にあるらしいんですよ。でそこがまあこのカンルン駅から1キロくらいの距離にあるんですけど、近いんで歩いてそこまで行ってみたいと思います。お店の方に近づいてきました。ここに右にあるヘニタッカンジョン、ここもすごいテレビに出て夢みたいですね。あったー、ここですね。なんか思ったより全然ちっちゃい、チェックアウトだけなのかな。マンナ、こちらのパンなんですけど、すごい作ってる家庭が見れる。でもめっちゃ超行列です、やばい。あでもこれ本当絶対食べたかったね。すごい期待がやばいんですけど、すごい。こちらの方に並んでから買うみたいです。あこの中は市場のようになってるんですけど、完全にテイクアウト専門ですね。ここすごい求めてるよ。チーズなんか出てるんですけど、だってガスバーナー使ってから温めながら混ぜてますね。すごい、これが美味しさの秘訣なのか。めっちゃ美味しそうなんだけど、こちらのガーリック特製超巨大ソースにパンつけてるんですけど、めっちゃ細いね。つけられた完成したパンたちが並んで並べられてます。こちらのコンテン色が、こちらがすごいんだけど、ワンセットを5個入りだと1万だけなので、ガーリックパンにアメリカのアイスですよ。さっきもらったパンがめっちゃ熱々でやばいと思うんですけど、わお、ダーダーハー、わお、熱い。わあ、すっごい、何この染み感、染み感。出ちゃった、やば。めっちゃ外カリカリだし、中もパンじゃない、めっちゃ浸透具合がすごい。
ばいですよ。チーズ韓国人がまずあんなに行列するのってなかなかないけど、あんな行列してまで買う理由がある。これ中チーズですよ。クリームチーズ、クリームチーズとガーリックが合体したんですけど、うわめっちゃ重い。この内容量の多さ、なんか豆パンめっちゃ好きなんですけど、やっぱ食べたらさ匂いしそうでちょっと気になるじゃん。だからちょっと今回もやばいのかなと思ったけど、意外とそんなまぬるまぬるしてない。そんなガーリックめっちゃ強いガーリックだけど、なんか匂いしそうなガーリックじゃないっていうのか、なんていうんだろう、料理です。クリームチーズが入ってる、うん、クリームチーズが入ってるから、そんな癖が強くないです。あと3個くらい食べるかも。でも意外と1個のボリュームはまあまああります。めっちゃ美味しいけど、食べるときはアメリカンの質です。完食です。最高、超美味しかったです。すごい、中の位置がもうフルームガラス、なんか半分が海の場所だから海鮮系がやばいな。ちょうどそのガーリックパンの真横にあったお店が一番に三角茶っていうところなんですけど、キムチの上に三角茶が巻かれてるんですよ。ここのお店も調べてたらめっちゃ有名で、てかもう隣にあったんですけど、見た目がやばすぎて絶対食べないってことやってるんですけど、でもちょっと食べたいと思います。市場から真横の道、通り道すぐ出たらこうやってなんかロードみたいになってるんですけど、コーヒーカフェとかもめっちゃあって、であちらになんかちっちゃいベンチがあるんで、こういうとこで座って結構みんな食べてますね。やっぱ市場の中人いるんで、こっちに座ってから食べる人もいるみたいです。2つ目の商品、キムチ周り三角サレです。じゃーん。おー、危ない。だってなんか周りっていうのが巻くってことなんですけど、サンドプサレでキムチと他にも何か入ってるのかな、がなんかいろいろ巻かれてます。ソースが塗られてて、うん、めっちゃうまいです。てかなんかキムチがキムチ風味する野菜みたいな感じなの。混じった。これチリソースかな、マヨネーズ。これ別でソースまだあるんですけど、違うのもあるんですけど、それつけて、わさびの味する。マヨネーズ、わさびマヨネーズみたいな。キムチとわさび合う、うん、なんかお好み焼きみたい。めっちゃ美味しい。なんかカンルンクルメって調べたら、さっき食べたあれガーリックパンとキムチマリ三角シャレは全部どこのサイトでも出てて、いやめっちゃ美味しい。太陽光でよく見えないけど、なんかめっちゃ中にぎっしり詰まってるんですよ。出て今目的の海辺の方に向かってるんですけど、まあ、バスもあるっちゃあるんですけど、結構細かく一個一個止まってから時間かかりそうなので、それに韓国はタクシーが安いので、日本に比べたらタクシー乗ってから海辺の方へ向かいたいと思います。